はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は世界のホルモン料理です。皆さん、ロッキーマウンテンオイスターって覚えていますか？牛の睾丸を使ったアメリカの料理です。今日はソワソワしちゃうかもしれません。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回用意した牛の放電です。放電とは睾丸のことです。以前豚の放電やイノシシの放電をさばいた動画があるので、そちらも見てみてください。以前コラボした群馬のヤンキーさんも目隠しで当てることができなかったかなりの珍味です。牛の放電ももちろん1頭から2個しか取れない希少な部位です。豚に比べて牛の放電は特に希少です。お店のメニューにあるところはほとんどありません。牛の場合、食用にされるお牛は肉を柔らかくするために基本的に生後3ヶ月から6ヶ月で去勢され、その時に除去され処分されることが多いです。まだこの状態は薄い皮に入っています。皮はよく伸びますね。よく見ると毛がついています。今日はこの牛の放電を使ってアメリカのカウボーイ料理のロッキーマウンテンオイスターを作ります。以前豚の放電で作りましたが、今回はガチです。それではさばいていきます。まずは刃先で皮を剥いで中身を出していきます。裏返しにしたら境目に包丁を入れて皮をカットします。俺の放電が何かを刺したのかそわそわしています。中身はなんかワンピースの悪魔の身として出てきてもおかしくなさそうです。触れることによって相手に急所をたくさん作ることができる能力ですかね。触った感触は豚の放電と似ていますが、血管の入り方がとても独特で、大きさはいつも仕入れる豚の放電の方が少し大きいかもしれません。縦に2等分にしていきます。なぜかさっきから頭の中で金太の大冒険の6番が BGM で流れています。中身も豚とは全然違います。貝というかホタテみたいなのが出てきました。外側の皮は硬そうなので外していきます。こう見ると牡蠣みたいですね。もともとはカウボーイたちが食べていた食べ物です。ロッキーマウンテンオイスターを直訳するとロッキー山脈の牡蠣。これを見ると納得ですね。この名前の由来は分かりませんが、睾丸ということでミルクを連想して海のミルクと呼ばれる牡蠣を名前にした、もしくはこのカットした見た目が牡蠣っぽいからそう呼ぶようになったのか、もし詳しい方いたら教えてください。豚の放電とは質感が違いますね。豚の放電はトンパイとかに近い質感ですが、牛の放電は身が締まっていてまさに貝のようです。食べやすい大きさにカットしたら一旦水につけて洗います。バットに小麦粉、ブラックペッパー、塩を混ぜ合わせます。そこに放電を入れてまぶしたら油で揚げていきます。きつね色になったら OK です。あとはカクテルソースを作ります。ケチャップ、ホースラディッシュ、ウスターソース、ブラックペッパー、レモン、タバスコを入れて混ぜ合わせます。サワークリームも添えたら完成です。いただきます。今日は放電に合わせてライデンを飲んでいます。これは長野県のオラホビールが製造し、季節限定で発売している極め仕込みで、年に1回しか出ないそうです。かなり濁った色をしていてピーチジュースっぽいですね。匂いも甘く、マンゴーやグレープフルーツのような味がします。最初少し苦味を感じますが、さっと通り過ぎていきます。珍しいビールは見かけたらついつい買っちゃいますよね。それではロッキーマウンテンオイスターいただきます。食感は歯ごたえがあってシャキシャキというか、やっぱり貝っぽさがあります。豚やイノシシの放電とは違い、臭みは全くなく、とても美味しいです。カクテルソースやサワークリームにつけても相性は良く、マヨネーズにつけても美味しそうです。カクテルソースをつけるあたりがやっぱりアメリカ人の牡蠣の食べ方に合わせていそうです。炭火で焼いて食べてみます。多少のコリコリ感があって、上軟骨やアワビなどに似ていますが、そっくりな食感が見当たりません。僕の辞書に新たに放電っぽい食感というワードが追加されました。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ロッキーマウンテンオイスターいかがでしたか？他にも美味しい金玉料理あればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。